多店舗化、フランチャイズ化を考える店舗ビジネス研究所。この番組は株式会社上信パートナーズの提供でお送りいたします。こんにちは、パーソナリティの田村陽太です。配信第111回目となりました。本番組のメインパーソナリティをご紹介します。店舗ビジネス専門コンサルタントの高木優さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。高木さん。はい。僕高木さんのファンなんですけれども。ファンなんですか。あの上信チャンネル見させてもらってるんですよ、いつも YouTube のね。ありがとうございます。すごいびっくりしたニュースこの前発表されてたじゃないですか。なんですか。高木さん、ヨガ事業のフランチャイズ始めたんですよね。ああ、そうですよ。ですよね。なんかポッドキャスト始める前に YouTube でそれ発表しちゃって、何なんですかそれは。それはやっぱあれじゃないですか、ウッチーと田村さんの差なんじゃないですか。どういうことですか。あ、僕の器のなさが YouTube の方が先になっちゃったみたいな。そうそう、やっぱウッチーの引き出し力の方が高かったんじゃないですか。いやいや、引き出す前にもうサムネで なってましたね。高木さん、それでフランチャイズ加盟始めたきっかけとか理由をちょっとポッドキャストのリスナーさんに教えていただけたらと思うんですけど、いかがでしょうか。はい、今日はあのね、もともとフランチャイズは私興味あったんですよ。はい、はい、はい、そうですね。まあ、なんでかっていうと、自分がずっとこうコンサル業やってきたじゃないですか。はい、はい。で、コンサルはまあ10年ぐらいね、もう経って、ある程度こう、どういう風にしてったらいいのかっていうのは固まってきたわけですよ。はい、はい。で、なんか違うことをやりたいなってこう思う、もう30代後半とかになってきてね、思ってきたわけですよ。あ、そうなんですね。で、ただ、それじゃあ一からね、何かを自分で立ち上げようって思ったら、はい、もうコンサルをここまで持ってくるのもすごい大変だったわけじゃないですか。おお、はい、はい、そうですね。で、また自力で一からって、それ10年とかかかってたらもうね、はい、人生あっという間に終わっちゃうじゃないですか。そう、コンサル事業も10年ぐらいかけて今の上信パートナーズさん作ってきたんですもんね。そうそう、だから本当にやっぱりこう、うん、自分で一から立ち上げるって大変で、はい、はい。で、私はね、仕事からそのフランチャイズに関わってるんですけど、お、やっぱね、フランチャイズシステムってすごいいいシステムなんですよ。ああ、そうですか、やっぱり。だってすでにその本部が成功させている仕組みをそのまま使って事業ができるわけですから。ほうほう。まあ、例えばだから私がね、こう10年かけて培ってきたものを、じゃあもうこのノウハウとかね、全部貸してあげるからやりなよって言ったら、その10年分の苦労が本当あっという間にこう身につけられるわけじゃないですか。ああ、そうですね。はい、はい。だからそう考えたらフランチャイズってこう新規事業をやっていく上ではすごくいい選択肢だと思うわけですよ。なんかその経営者の成功の礎を加盟者も体験させてもらってるみたいな感じの事業ですよね。そうそうそう。で、まあしかも私がね、そのフランチャイズ本部にずっといて、まあ、フランチャイズ本部の立場から加盟店に接するってことは、だからあったわけじゃないですか。はい、はい。だけど実際に、その、じゃあ加盟者の立場になったことっていうのはないわけですよ。ほうほう。コンサルティング事業で考えても、私がフランチャイズ加盟者の立場を経験するっていうのは価値があるし、はい、はい。あと、実際ね、経営コンサルなんで、はい。アドバイスしてる内容を実際にこう試せる場があるっていうのも、ほうほう。まあこれは、ね、ノウハウをどんどん磨いていくことにもつながるし、ほうほう、信頼性にもつながっていくじゃないですか。ああ、そうですね。本部もわかるし、加盟者の気持ちもわかるみたいな。そう、だからそういう意味で、あの、フランチャイズ事業を、にはずっと興味があって、ほうほう。で、そこでまあ、たまたま今回はね、あの、いろんなこう、はい、候補、選択肢があったんですけど、はい。まあ、いろんな理由があって、こう、ヨガ事業になったっていうことですよ。おぉ。もともと高木さんはヨガは普段からされてたんですか？しないですよ。しない。やったことない。やったことない。はい、そうですね。やったことないのに、そのヨガ事業に踏み切れるってすごいなと思うんですけど、そこはどういうふうにして踏み切っていったんですか？たまたま、私の昔、少し前からのこう知り合いが、はい。ずっとこう、パーソナルトレーニングとかの事業をやってた古谷さんっていう方なんですけど、ああ、はい、はい。知り合いだったんですよ。で、その方が、こう、ヨガ事業を始めて、そのフランチャイズ展開を始めるっていうことで、はい、はい、まあ僕がフランチャイズのね、サポートしてるっていうのを知ってたんで、はい、はい。まあ少し話聞きに来たんですよね。おお。で、その時に、まあその古谷さんのお話を聞いてたら、はい、はい。まあその古谷さん自身の考えがものすごいこうしっかりしてて、そのフランチャイズ本部の経営者として、まあ信頼に足る人物だなっていうのはすぐこう話して分かったんですよね。おお、はい、はい。で、事業の内容、ね、だからやったことないからそもそも分かんないわけじゃないですか。
ですよね。で、はい、ヨガ授業ってそもそもどんな感じなんですかってこうずっと話してたら、はいはい、一つね、僕のモチベーションが上がるポイントがあったんですよ。なんでしょう、それは。でね、それは、古谷さんがなんでヨガ授業をやってるかって、まあ、いろんな理由があるんですけど、はい。その中ですね、その古谷さんが言ってたのは、ヨガインストラクターって、はいはい。やりたいっていう人はめちゃくちゃたくさんいるんですよ。ああ、そうなんですね。ヨガをやりたいっていう人はめちゃくちゃたくさんいるんですけど、はい。ヨガインストラクターが、じゃあ、こう、その仕事をやろうと思ったら、働く場が、あるかって言ったらね、ほとんどないんですよ。ああ、そうなんですね。というか、ヨガインストラクターの働く場って基本的にみんなこう個人で小さくやるんですよね。ああ、なんかイメージありますね。少人数で集まってみたいな、自分の自宅でやったりとかしますよね。そうそう、だからどっかスタジオ曲がりしてやるとか、はい、そういう感じなんで、まあ、その代表者が一人ね、先生でやって、はい、まああと一人か二人ぐらいをね、こう業務委託で依頼して。やってるみたいな、うんうん、ヨガスタジオがほとんどで、ほうほう、あとはホットヨガ、はいはい、あのラバーとか、はい、ああいうのいっぱいあるじゃないですか。めっちゃ汗がダラーってかきますよね、ホットヨガ。そうそう、あれはたくさんあるんですよ、はい、ほうほうほう。だけどホットヨガでね、ヨガに出会って、でいろんな、もっとこうヨガを極めていきたいってなると、はい、普通の常温のヨガをやりたいっていう人がかなりいるみたいなんですよね。ちょっと素人な質問なんですけど、はい、常温ヨガとホットヨガの違いって何が違うんですか？ホットヨガっていうのは、まあ、そもそもこう、ね、はい、設備をちゃんときちっと作って、はいはい、こうすごく高温多湿なところでやるわけですよね。でめっちゃ汗をかくみたいなものなわけじゃないですか、はいはい、でその常温のヨガっていうのは、だからそういうところじゃないですよ。本当にこの普通の空間でインストラクターのこう先生に指導を受けるわけですよ。だからホットヨガって結局その施設がそもそもそこに行かないとないじゃないですか。ああ、なるほど、はいはいはい。だからそこで価値がまず提供できる。でその中でこう教えるから、こうサービス品質もある程度こう担保しやすいですよね。そうですね。施設自体がだからこうサービスの一つになるから、はい。で常温ヨガっていうのはそうじゃなくて、もう先生のね教えてる内容がサービスになるわけじゃないですか。ああ、はいはい。だから店舗展開難しいんですよね。ああ、確かに。なんか誰でも始めれちゃいますもんね。そう、だからその先生によって本当に変わるから、例えばマニュアル化とか難しいし。はい、ああ。だけどまあそこに魅力もあったりするわけじゃないですか。いろんな先生とこう接せられて、いろんな教え方があるわけじゃないですか。ああ、はいはい、そうですね。だそこはまあ魅力があって、そういうのをもっともっと極めていきたいっていう人がだからいるわけですよ。だけど、そのじゃあ働こうと思ったら働く場ないし、働く場がないってことは、その常温ヨガやりたいって言っても、なかなか行く場所がないわけですよ。っていう話を聞いて、だからそんなヨガをね、もっと気楽に楽しめる環境を作っていきたいし、うんうん、まあ、ヨガインストラクターやりたいっていう人が、まあ、その活躍できる場をね、作っていきたいみたいなお話だったんですよ。お、私はまあそれを聞いたときに、はいはい、いや、仕事がね、好きで、その仕事をやりたいってめっちゃ素敵な話じゃないですか。まあまあそうですよね。そんな人だってなかなかいなくないですか？自分の仕事が好きでやってる。はい、いや、そうですね。いや、最初は誰でも辛いですし、やりたいことって言っても、やっぱり辛いことってだんだん見えてくるじゃないですか。はい。だからその好きを仕事にするってめちゃくちゃもう夢があることだと思いますけどね。そう。はい、で、そういう人がたくさんいるのに、だからその働く場がないって、それは結構悲しいことですね、と。で、やっぱそれをね、増やしていきたいって、だから言ってる古谷さんにすごく共感して、おうおう、そもそもこう、上進パートナーズの理念が、はい、こう会社とね、社員の幸せの両立なので、はい、まあそういう観点から考えたら、うちのね、掲げているこうビジョンとか理念と近いし、はあはあ、まあモチベーションも湧くから、はい、じゃあやるかってことで参入決めたんですよね。ああ、そうなんですね。ちなみにその決定期間、高木さんがその常温ヨガ始めようって決めたその期間ってどれぐらいの期間で決めたんですか、うん、やるぞってなったらどれぐらいで決めたんですか？あ、僕はね1ヶ月もかかってないと思いますよ。そんな一瞬で決めたんですね。うん、だから話聞いて、まあその理念に共感できるから、はい、まあまあその儲かるか儲かんないか、当然ね事業だから利益取りに行くんですけど、ただまあ仮にこれがじゃあそんなに儲かんないとかね、赤字だったとしても、まあまあでも私自身が要はその理念をね実現するためにやっぱチャレンジしてみたいなって思った内容だったし、はいはい、であと実際にこう店舗も見に行ったんですよ。直営店舗を見に行って直営のスタッフとこう話したら、はい、もうね本当古谷さんが言う通りだったんですよ。
はい、本当にこうヨガが好きで、まあ、僕が加盟したのはヤードっていうヨガスタジオなんですけど、はい、ヤードのことが好きで、なんかすごくね、仕事が充実してるみたいなこう雰囲気をめっちゃ感じ取ったんですよ。はいはい。で、それがね、かなり衝撃で、はいはい、なかなかいないよなって、こんな人。あ、会社が好きで、こうこの仕事が好きで、だから充実した人生を送ってるっていうような感じに見えて、はあはあ、まあ、こういう人を増やしていく仕事だったら、まあ、いいなと思ったわけですよ。それはあれですよね、そのインストラクターの方が会社のことを好きにもなるし、自分の仕事も好きになる、そのヤードさん自身の本部としての、まあ、仕組みというか、その秘訣っていうのがあるからこそ、その FC 展開していけるみたいなところがあるんですかね。そうそうそう、だから、まあ、そもそもそのヨガっていうのがね、そういう人が集まってくるんでしょうけど、はい、ただ当然そういう大きなチェーンがないっていうのはそういう理由があるわけじゃないですか。そうですね、まあ、先生の魅力で集客するんだからね、その先生の魅力をどう出すかってでも難しいですよね。まあそうですね、まあ、先生の魅力以外にもそのヨガ自体の質というか、そこに興味を持つ方もいらっしゃいますし、先生によって能力が違うわけだから、そのこの先生についていきたいっていうお客さんを定着させるってすごい難しいかなと思います ね、 だからね、コンサル業によくすごく似てるんですよね。だからコンサルってすごく俗人的で、はい、まあ、その人が持ってるノウハウとかっていうのは、まあ、教科書読んでね、得られるものっていうのは別にそれをそのまま言ったって価値ないわけじゃないですか。で、それをその人なりのね、こう経験とか考えに照らし合わせてアドバイスするから役に立つものになるし、はい、あと当然クライアントとの人間関係が合うかどうかもあるじゃないですか、キャラが合うかとか、はいはい、だから俗人的なんで店舗展開難しいですよね。そうですね、教えてあげる内容を標準化していくと本当教科書的になっちゃって価値が落ちていくみたいな話じゃないですか。でヨガもだから全く一緒なんですよ。あ、確かに。だからすごく似てて、はい、だから店舗展開多分難しいモデルなわけですよ。あ、はい、だけどそのヤードでは、まあ、それを認識した上で、でもその店舗展開をね、こう理念を実現するためにはやらなきゃいけないから、じゃあどうしたらこう店舗展開できるかっていうことをすごく真剣に考えてて、はい、で研修のシステムとか、この採用のシステムなんていうのをちゃんと作り上げてるんですよね、うんうんうん、でそこなんかもすごく素晴らしいものができてるんで、まあここだったら、うん、まあそういうインストラクターの方の活躍の場っていうのは作れるなってこう感じたわけですよ。ああ、なるほど。今収録してるのが11月の中旬ですけれども、はい、お店始めたのはいつからですか？お店始めたのはね、もう10月の16日なんでちょうど1ヶ月ぐらいですよね。ああ、そうですか。はい、なんかもう1ヶ月経ったらいろいろと分かってきたこととかあると思いますけど、いかがですか、率直な感想として。ああ、やっぱりね、面白いし、はい、意義がありますよ。おお、すごくね、こういいなと思ってるのは、私は今店舗日暮里に持ってるんですよね。あ、日暮里。おお、日暮里に出店して、まあオープンしてまだ1ヶ月ぐらいですけど、はい、会員は50人ぐらい今いるんですよ。あ、そんないるんですね。で結構ね、ご年配の女性が多いですかね、はいはい、50代とか60代とか、一番上の人だともう70超えてるような方もいらっしゃるんですよ。いや、そうなんですね。でね、グループでレッスンするんですよね。はいはい。だからまあ8人から多いと10何人入れるんですけど、はいはい、まあまあまだ少ないから4、5人とかの日がよくあるわけですよ。高木さんも一緒になって、体硬いなみたいな感じでやってるんですか？そうそう、僕もね1回やりましたよ。そうですね。そう、でもね、すごくいいなと思ったのは、はいはい、あの1対1でやるもんじゃないから、あ、参加者何人かいるじゃないですか、はい、だからこう参加者同士の関係性とかも生まれてくるし、はいはい、あとね、やっぱ紹介がめちゃ多いですね。あ、その会員さんが別の会員さんを連れてくるんですか？そうそう、だから自分の友達と一緒にやりたいとか、へえ、だからこう人と人とのつながりってやっぱり求めてんだと思うんですよ。あ、なるほど。そう、だからそういう意味では、あの、まだだって1ヶ月しか経ってないのに、はいはい、その店舗のスタッフがね、お土産とか、なんかお花とかね、はい、なんかもらってんすよ、はい、お客さんから。ああ、そうなんですね。すごくないですか？めちゃくちゃ感謝されてますね。そんなことします？だって。いやいや、僕、社労士業、いや、そんな、あんまこのポッドキャスト言えないですけど、そんな頻繁にお花もらうとか、お菓子もらうってあんまないですからね。はい、飲食店でね、僕働いてる時にそんなことあったかっつったら、はい、もうほんと数えることしかないわけですよ。でもだからそれだけこうコミュニケーションもできてるわけじゃないですか。はいはい。でそこだからスタッフも当然ヨガが好きで、ヤードが好きで、だから一生懸命頑張ってコミュニケーション取ろうとしてる結果だし、はい、
いや、お客さんもだからそれが伝わって好きになってるからそういうことしてくれるわけじゃないですか。ああ、そうですね。だこれはすごくいいですよね。働く活躍の場の創出にもつながってるし、はい、でお客さんもやっぱあってよかったと思ってくれてると思うんですよ。いやそうですね、絶対そこのやりがいとかにつながるからすごい楽しそうだなっていうお店だと感じました。で田中さん、はい、結構ね時間がもう近づいてきたので、はい、もっと話聞きたいなと思ったんですけど、で次回また詳しくその FC のお店についてもっと詳しく深掘りできたなと思います。はい、でしかもちょっと私社労士っていうお仕事をしてるのでどうしても気になるのが、はい、その人材育成とか人の雇用についてどんな風にしてるのかなっていう、うん、ちょっと高木さんの雇用する経営者像みたいなとことかもいろいろ聞いてみたいので、はい、また来週ちょっと詳しく教えてもらってもよろしいでしょうか。はい、わかりました。はい、じゃあちょっとリスナーさんまた次回放送させてもらいますのでよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。